大滝ダム。大滝ダムは、千葉県泉郡大滝町、二級河川、泉川水系沢山川に建設が進められていたダムである。千葉県が計画を進めていた県営ダムで、高さ36.5メートルのロックフィルダム。泉川水系唯一の多目的ダムとして計画され、泉川下流の地水と南房総地域への上水道供給を目的とし、さらに、 暴走道水路の調整地としての役割も担う予定であった。しかし、事業の長期化が進む中で、南暴走地域の上水道需要が低下。その結果、下流樹液地の自治体が事業からの撤退を表明したため、2008年、平成20年3月27日に事業中止方針が公表され、地元住民の理解を得られたとして、 県は2011年3月4日正式に中止を決定した。その後は川幅を広げる稼働回収方式を行う。中止したダム事業の一つである。泉川は千葉県内の二級水系としては、尾津川、養老川と並ぶ大河川であり、房総半島南東部を管流している。流域は農業が盛んで古くから、ため池が多く作られる一方、 外防線の開通などによって、次第に人口が増加。このため、伊すみ川最上流部の支流に勝浦ダム、アースダム、29.0メートルが建設されており、利水事業は進められていた。だが、伊すみ川は大きく蛇行を繰り返す河川であり、これが、河水の流下の阻害要因となって、大雨の際には、幾度となく増水し、流域は浸水などの被害を受けていた。だが、 河川改修は堤防の建設程度に止まり、かつた区地下の進行によって新たな堤防建設が難しくなったこともあり、根本的な治水対策としてダムによる洪水調節が図られることになった。伊す川本流はほとんどが大地、または平野であるため、ダム建設に適した地点はなかった。このため支流へのダム建設が検討された結果、 大滝町を流れる一時支流、西部田川の支流であるたくさん川適切なダムサイトがあることが判明。1989年、平成元年より国庫補助を受けて、泉川総合開発事業の一環として、千葉県による補助多目的ダムとして、大滝ダム建設事業が計画され1991年、平成3年に事業はスタートした。ダムの形式は、 中央土質社水壁型ロックフィルダム、ゾーン型フィルダム。堤三十36.5メートル。目的は沢山川、西部田川、泉川下流の洪水調節、西部田川、泉川下流域における、既得農業用を確保するための不特定利水、千葉県安房地域、鴨川市、立山市、南房総市、巨南町都泉地域、勝浦市、泉市、 大滝町への上水道供給である。たくさん川は水量の乏しい小河川であり、ダム自身の流域面積も3 6トルで広くはない。自流水での淡水は困難であるためこのダムは他の河川から取水して貯水する。大滝ダムは独立行政法人水資源機構が施行、管理している防走道水路事業の一環を形成しており、利根川、 荒川水系水資源開発基本計画、フルプランにおいても防走道水路事業に組み込みれていた。防走道水路は、利根川の水を農林水産省管理の両層用水、栗山川を通じて、防走半島に送水し、灌溉、上水道、工業用水道の供給に充てることが目的であり、調整地として、東金ダム、長良ダムが、すでに完成している。大滝ダムは、 南房総道水路の貯水地として、長江ダムからトンネルを通じて、水を貯留し、安房地域、泉地域への上水道供給を図ろうとしいた。ダム事業がスタートした1991年以降、水没地域の住民から猛烈な反対運動を受け、1996年、平成7年に、住民団体、大滝ダム建設対策委員会との保障基準が、 妥結するまで交渉には5年を費やている。現在は、ちょうどの付け替え工事と並行して、水没地域の周辺整備事業の推進を行っているが、地権者、約500名の内約30名が、用地保障をめぐる買収交渉に難色を示しており、保障交渉の完全な妥結までには至っていない。千葉県では、ダムの完成時期を2010年、 平成22年と定めていたが現状として、付け替え道路工事のみを先行して実施しているのみであり、大幅な工事進捗遅延は避けられず、ダム事業は長期化の一途をたどっていた。こうしたダム事業の長期化が進む一方で、上水道の供給が予定されていた南房総地域の各自治体は、当初の予測より人口の伸びが鈍化。そのため当初予測していた水需要も、 過方修正することになった。このため次第に大滝ダムの上水道供給は、費用対効果の面でメリットがなくなり、2007年、平成19年には相次いで受液地の各自体がダム事業の参加から撤退する方針を表明した。こうした県内自治体の動きを受けて、千葉県は、翌2008年初頭より、千葉県公共事業審査委員会に、 大滝ダム建設事業の継続の可否を問い、答申の結果同年3月27日に事業中止の方針を正式に発表した。これまでに費やした費用は約67億円で、うち半分は国庫からの補助金であったので、千葉県の実質負担は約33億5、0円である。今後は新たな泉川水系の治水対策が求められていく。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。